1904年7月25日、陸上自衛隊の森下泰臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の南鳥島で、地対艦ミサイル部隊の発射訓練を実施する計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回は、防衛省ついに、本気で、南鳥島に、地対艦ミサイル射撃場を整備かを詳しく見いきますね。日本で、長射程の訓練場ができることによって、自衛隊が強化されていきますね。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。現在の日本の領土の中でも、最も東に位置し、太平洋上に浮かぶ離島が南鳥島であり、行政区分上では、東京都の小笠原諸島の小笠原村に属し、東京都の都心部からは、南東海上のおよそ 1950km ほども離れている。そのため、南鳥島は、東京からは、船舶では、片道4日から5日はかかる離島で、航空機でも、同4時間ほどは飛行しないとたどり着けない場所にあり、同じ小笠原諸島に属する有人島の父島からでも、およそ 1200km ほどの距離がある。南鳥島は、太平洋プレートの上に位置する日本で、唯一の陸地としても著名で、上空から見た形は、綺麗な三角形型をしており、周囲の海岸線の長さは、およそ 6km ほど、一辺あたりだと、およそ 2km ほどの大きさしかない。よって南鳥島は、総面積で、およそ 1.151km ほどの小島であり、この面積は、ちょうど、皇居と同程度のものでり、標高も、最高で、海抜9メートル程度しかない平坦な地形で、現在は、海上自衛隊や国土交通省の担当者が交代で常駐している状態である。つまり、現在の南鳥島には、一般の民間人は居住しておらず、入島も禁じられているため、先に挙げた海上自衛隊や国土交通省の担当者が、気象観測等の公務で常駐を行っている状態であり、まさに、日本の絶海の孤島と言ってよいだろう。もう少し詳しく南鳥島における現状を述べると、海上自衛隊は、同じ、小笠原諸島の洋島から南鳥島航空派遣隊を置いており、国土交通省は、傘下の気象庁が、南鳥島気象観測所、関東地方整備局が南鳥島港湾保全管理所を配置している。これら3つの組織の南鳥島への常駐者は、20数名に過ぎない小規模な体制ではあるが、同島には、およそ1400メートル弱の滑走路が1本だけ設けられており、空路による常駐員の出入りや、生活に必要な物資の搬入が行われている。この空路による輸送には、航空自衛隊の C-130H 輸送機や海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が主に従事しており、なんとか前述の南鳥島の唯一の滑走路を使用して任務に当たっており、神奈川県の厚木飛行場からは、およそ3時間半ほどの飛行時間を要する。この一本の短い滑走路に加え、南鳥島の南部には波止場も完備されてはいるが、同島の周囲は、珊瑚礁で囲まれていることから大型船が近づくことはできず、海上補給は、大型船から下ろす小型のボートによって行うことしかできない状態である。そんな南鳥島が、2024年7月末に、日本のマスメディアによって一斉に取り上げられる事態が発生したが、これは、同島に対して、陸上自衛隊が、地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を公にしたことによるものであった。陸上自衛隊の森下幕僚長は、2024年7月25日に記者会見を行い、同隊が保有する地対艦誘導弾の射撃空連が、可能な施設を、2026年度中を、目途に南鳥島に整備する予定であることを述べ、すでに、行政上の管轄者である東京都や小笠原村に説明を行っていることを明かした。ちなみに、現時点で陸上自衛隊が保有している地対艦誘導弾といえば、2012年度から調達が行われている人に、一式地対艦誘導弾がこれに該当するが、同兵器の最大射程距離はおよそ 200km 弱というのが、一般的な解釈となっている。それでも、これまで、日本国内には、射程距離が 100km を超えるミサイル用の射撃場は、
存在していなかったため、人に意識地対艦誘導弾の発射訓練も同盟国であるアメリカや準同盟国とも言うべきオーストラリアの射撃場に赴いて実施してきた経緯がある。しかし、こうしたアメリカやオーストラリアなどの射撃場で陸上自衛隊が人に意識地対艦誘導弾の発射訓練を行うという従来までのあり方は、その装備の輸送や運用を行う要員の移動を考慮すれば非常にコストがかかっているであろう点は想像に難くない。また、そうしたコスト面での負担という観点からは、人に意識地対艦誘導弾の発射訓練そのものの頻度が非常に限られてくると同時に、訓練に参加できる部隊や要員数も同様であり、運用練り度の向上が図りにくいことも容易に想像できる。そうした面を踏まえれば、今回報道されたように、南鳥島にミサイル用の射撃場を新たに整備することは、地対艦誘導弾の訓練の頻度を上げることに確実につながり、その練り度維持と向上に寄与し、ひいては日本の防衛力の底上げに直結するだろう。今回の記者会見の席上において、陸上自衛隊の森下幕僚長は、南鳥島にミサイル用の射撃場を新たに整備すごととした理由として、同等は周囲を飛行または航行する船舶数が極めて少数であること、すでに海上自衛隊の基地が置かれていることを挙げた。また、南鳥島に既存の海上自衛隊の基地が存在することは、ミサイル用の射撃場を新たに整備する上で、その必要な用地を転用することが容易である点も大きなポイントとなっており、新たな買収等を国や防衛省が行う必要がない点も大きいようだ。防衛省側の説明によれば、南鳥島に設けられるミサイル用の射撃場は、同等の西部に整備される方針であり、ここから、同じ小笠原諸島の有人島であるおよそ 1200km ほどの距離がある父島、母島方面の西方海上に向けて実施される予定とされている。現在の陸上自衛隊が装備する人に、意識地対艦誘導弾は、前述したように最大射程は 200km 弱であるため、これであれば、何ら、父島、母島に危険を及ぼす可能性は、著しく低いと思われるが、今度を考慮すれば、安全面の考慮は、外せない課題となるだろう。というもの人に、意識地対艦誘導弾は、すでに、射程距離を大幅に延伸した能力向上型の開発が、急ピッチで進められており、これは、2018年末に、最後の防衛計画の大綱、現在は、国家防衛戦略に、名称変更済みや中期防衛力整備計画、現在は、防衛力整備計画に名称変更済みで打ち出された施策だ。これによって、既存の人に、意識地対艦誘導弾は、ミサイル本体にステルス性能を加え大型化した、いわば別物とも言うべき存在になりつつあるが、一応、名称上は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型という言い方で、その機能拡張版という位置づけとなっている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、まず、はじめに、射程距離を、およそ 900km ほどまで大幅に延伸する計画であり、最終的には、これを、同 1500km ほどに持っていくことが予期されており、国産の長距離打撃兵器の中核を担うものとなるだろう。こうした大幅な射程距離の延伸を目指す人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型だが、従来までの陸上配備形式、自発型に加え、艦艇に搭載して運用する形式、艦発型、航空機の搭載して運用する形式、空発型も並行して開発が進められている。これら人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のプラットフォームの多層化を、国産で実現するまでの隙間を埋める装備として、防衛省では、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルの調達も、同時並行で進めている、最中となっている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ベースである、人に、意識地対艦誘導弾と同様に、元は、沖合の敵艦艇を攻撃する用途で開発されたものだが、同時に対地攻撃も兼用する兵装となることが謳われており、今の時勢に合わせた運用用途の幅の増加が見込まれている。そもそも、現行の人に、
石基地対艦誘導弾が最大射程およそ 200km 弱に設定されていたのも、当時の日本の防衛方針は東西の冷戦時期から長らく続いた自衛隊の専守防衛というテーゼに合わせたものだったと個人的には推測している。これが増強と膨張を続ける中国軍が装備する各種のミサイル類の射程距離が大幅に伸びたことで、日本側もそれに対応する必要が生じ、敵の迎撃用の防空ミサイルの射程圏外から攻撃する手段を保有する必要が生じた結果であろう。計画中止となったイージス・アショアの代わりに、イージスシステムを搭載した艦船の建造が開始されています。さらに、スパイ7レーダーシステムのデモンストレーションが行われ、その革新的な能力が実証されたという報告をキャッチしました。今後の展望として、海上自衛隊は、この新型イージスシステムスパイ7を装備する計画があることから、その性能詳細に注目します。今回詳しく見ていきますね。また、防衛予算は GDP の 2% に相当するまで増加予定で、中国の軍事的圧力に対抗するために、長距離攻撃兵器の導入を1年前倒しで進める方針です。これにより、日本の防衛戦略の次の一手が注目されています。2024年現在の日本は、今の自国を取り巻く安全保障環境を太平洋戦争後の79年の中でも最も悪化した厳しい時期にあると判断しており、昨年2023年度分から防衛予算案の総額を段階的に引き上げていく方針を打ち出している。2021年10月に発足した現岸田政権は、そうした背景を受けて2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円とする施策を進め、これは対 GDP 比で最終的に 2% を超過するものとなる。こうした岸田政権による防衛予算の増額は、勝手長期政権を維持した故、安倍晋三氏の政権においても無視えなかったものであり、単純に比較することは難しいが、国際情勢の変化が日本の世論の変化を後押しした結果とも言えるだろう。日本の周囲を取り巻く安全保障環境の悪化とは、核開発や各種のミサイル開発を止める気配など微塵もない北朝鮮や、言うまでもなく、2000年以降に急激な勢いで軍拡を推し進める中国の脅威が高まったことに起因している。すでに日本の最大の仮想敵国が中国となって久しいが、2022年2月のウクライナへの軍事侵攻以降は、ロシアも北方領土方面をはじめ、日本への威嚇行動を強めており、こうした敵対する隣国の動きが活発化していることは間違いない。そのような中で、防衛予算の大幅な増額へと舵を切った日本では、これまで保有してこなかった長距離打撃兵器を反撃能力と表現して整備していく方向にあり、それらをまとめてスタンドオフミサイルと呼称している。スタンドオフミサイルの大まかな定義は、敵の防空兵器の射程圏外から、攻撃が可能なミサイルのことを指しており、自軍のそれらのミサイルの発射母体を危険にさらすことなく敵軍の標的を排除するものと説明されている。日本が保有をすべく開発や調達を進めているスタンドオフミサイルの代表例としては、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾が挙げられ、またアメリカからのトマホーク巡航ミサイルもこれに該当する。これら国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾、
そして、トマホーク巡航ミサイルに共通している要素は、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃も長距離から担い得る点であり、この点において、従来の兵装と一線を画している。しかし、政治的に見れば、射程距離がおよそ 1000km を超えるこれらのスタンドオフミサイルは、左派を中心とする勢力からは、自衛隊が憲法上で保有を禁じられている攻撃的な兵器に当たるとして、折につけ、今の政府の方針を非難している。日本の伝統的とも言える左派の代表として、今も根強く一定数の支持基盤を有する日本共産党などの考えは、その機関紙である赤旗の紙面上の主張にて、当然、これらのスタンドオフミサイルの保有を激しく非難している。かつての東西冷戦時代は、長距離攻撃が可能な兵装は敵基地攻撃能力と呼称されてきた経緯があり、その、いかにも攻撃的な名称は、国民に、マイナスの印象を与えかねないと判断されたのか、今の日本政府は、これを反撃能力と呼び換えることで、批判の矛先をかわそうとしているようだ。個人的には、そのような政治的な対応が理にかなったものであるのか否かの判断はつかないが、これだけ尖閣諸島周辺における中国の圧力の増加や、台湾に対する同国の武力による恫喝を目の当たりにすると、その必要性は論じるまでもないとは感じてしまう。そのそも、兵器自体を攻撃的なものか、防御的なものかに線引きすること自体が今や困難であり、敵から攻められないように、事前に対処方法として長距離打撃兵器を準備していかなければ、攻撃を受ける可能性は格段に高まることは想像に難くない気がする。そうした今の日本が置かれた安全保障上の厳しい状況を打破する一策として、先に挙げた各種のスタンドオフミサイル類を多数搭載しようというコンセプトのもと、建造が行われようとしているのがイージスシステム搭載艦であろう。イージスシステム搭載艦は、2020年6月まで、秋田県と山口県の2カ所に設置が予定され、日本の今後のミサイル防衛を支える切り札と目されていた、陸上配備型のイージスアショアに変えて2隻が建造されることとなった艦艇である。イージスアショアは、秋田県と山口県の2カ所の陸上自衛隊の管轄下の地に設置することで、日本全国を365日24時間体制でミサイル防衛を可能とすることが期待されていたのだが、装備する迎撃弾である SM-3 の問題から導入が中止された。これは、飛来する敵の弾道弾を迎撃する SM-3 には、発射後に加速をするためにブースターが取り付けられているのだが、打ち出され、役割を終え不要となったブースターを切り離すにあたり、その落下位置を制御することが困難という理由であった。この当時の報道によれば、イージスアショアから発射される SM-3 のブースターの落下位置を確実に制御するには、使用されるソフトウェアへの改修が必須であり、その費用と開発に要する時間的な余裕がないと判断された形とされた。乱暴な素人考えでは、落下してくるブースター部分に対し、近隣に迎撃用の機関砲や小型のミサイル等を配備することで、危険性を低減させることも考えられたのではないとも思うのだが、まあ現実には難しいのだろう。イージスアショアは、そもそも、イージス艦に搭載されている SM-3 発射用の VLS 垂直発射艦と、敵目標を探知し追尾するレーダーを陸上に設置するように改めたもので、その意味では、新技術が用いられたものとは言えない。この時、イージスアショア用に用意されたレーダーが、ロッキード・マーティン社が開発したフェーズドアレイレーダーのスパイ7であり、2018年7月には、時の日本政府は、これを2機購入することを決定した。イージスアショアの導入中止が確定した後も、すでに発注していた、このロッキード・マーティン社製のフェーズドアレイレーダーのスパイ7を、キャンセルするには違約金が生じるとも言われ、代替するイージスシステム搭載艦でも、その流用が行われる。この点に関し、日本の一部の軍事関係者からは、イージス艦の代名詞たるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新のバージョンにあたるフライト3では、レイセオン社製のスパイ6が採用されたことを受けた批判が見受けられた。
いわくアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新バージョンであるフライト3のレーダーにレイセオン社製の ANSPY-6 が選ばれたということは、以後の海上自衛隊のイージス艦もそれに準じる可能性が高く、イージスシステム搭載艦との連携が危ぶまれるとする指摘だった。しかし、フライト3以前のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のレーダーは、スパイ7と同様に、ロッキード・マーチン社製の ANSPY-1 系統のものであり、日本の現行の8隻のイージス護衛艦もそれらを装備している。そのため、ロッキード・マーティン社製のスパイ7と、レイセオン社製の ANSPY-6 とは、性能面でもほど同等だとアメリカでも評価されている上、当のアメリカ海軍でも両者を併用して使用していくことに異論は見られていない。すでに、2022年頭に、ロッキード・マーティン社は、スパイ7が、イージス武器システムの BLJ-7B と連動したテストにおいて、SM-3 のブロック 2A を用いて、敵の弾道弾との交戦能力が実証されたとのコメントを発している。日本でのイージスシステム搭載艦の建造も、一番艦が、三菱重工業者社によって、今年2024年中には寄港される予定となっており、進水は、2026年、収益が2027年止めされているため、並行して、スパイ7の最終的なテストの完了も伝えられるのだろう。2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、GCAP 新型戦闘機の大型模型を展示、なんと F3 戦闘機の翼に異変が起きているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F3 戦闘機翼に異変を詳しく見ていきますね。主翼は、従来のラムダウィングからデルタウィングへと変化では、なぜ変化したのか詳しく考察していきます。まだ見慣れないけど見慣れると、格好よく見えてくるのかな。YF21 みたいに、横に伸ばしの方が格好よかったかも。今年2024年は、学年で偶数年に開催されているファンボロー国際航空ショーの実施年に該当し、7月22日から26日までの延べ5日間にわたって、今回を含めて第45回目となる同航空ショーが盛況の中で取り行われた。ファンボロー国際航空ショーは、イギリスの本土、イングランド地方の南部に位置するハンプシャー州のファンボロー空港で実施されたが、これはフランスの首都パリで開催されるパリ航空ショーと並び称される世界的な催しだ。世界各地で開催される国際航空ショーは数あれど、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーが特に世界で耳目を集めているのは、両社が航空機製造の末端にまで及ぶサプライチェーンまでも包括した内容であるためとも言われている。航空機の製造とは、それこそおびただしい数の関連企業が参画して行われる一大事業であるが、ファンボロー国際航空ショーとパリ国際航空ショーは、どちらも関連する末端の企業までを含め展示等に参加する点が特徴と見さされている。今年2024年のファンボロー国際航空ショーは、主催者側のアナウンスによれば、総額で日本円にしておよそ16兆円に上る取引がまとまり、かつ民生用の航空機に関しては実におよそ260機に及ぶ正式な発注契約が行われたとされている。このように盛況を見せた今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、軍事部門の内容として一躍注目を集めたものが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに関する展示だった。それは、今回のファンボロー国際航空ショーにおいて、
GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型が展示されたためであり、初日にあたる22日に世界に向けて公開された。この GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型に加え、イギリスで同プログラムを主導する BAE システムズ社は、同機の新たなイメージ図も同時に公開を行った。そこで展示された GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定である有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図によれば、同機の主翼はこれまでのラムダ型からデルタ型へと形状が大きく変更されている。これにより、GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、従来よりも主翼の総面積自体が大きくなったといえ、その大型化によって搭載する燃料が増加し、従って航続距離が延伸されたと考えられる。また、同時に、このデルタ型の主翼への変更によって、兵装の搭載量も増加していることが予期され、空対空、空対艦、空対地のそれぞれの用途への対応力の向上を基としたものであるとの見方も一部から指摘されている。日本では、ことに、この GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機は、現在の航空自衛隊での戦闘機の中で対艦攻撃任務を主とする F2 戦闘機の代替機を目指すものであるため、搭載可能な空対艦兵装の量には大きな期待が寄せられている。反面、今回の BAE システムズ社による GCAP グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や、新たなイメージ図で示された主翼のデルタ型への変更は、ステル性能の観点からは、疑問視する声も上がっている。これまでの主翼のラムダ型から、面積自体が大きくなったデルタ型へ変更されるとなれば、必然的に、主翼のレーダー反射弾面積も従来よりも大きくなってしまい、肝心のステルス性能は低下してしまう可能性がないかとの懸念だ。これについては、そもそも GCAP、グローバル戦闘航空プログラムで、開発予定の有人戦闘機が、どの程度の数値のレーダー反射弾面積を想定しているのか、その数値目標そのものが、未知数で、現時点では何とも言い難いようにも思える。通常の航空機開発においては、要求される性能と採用される機関部の能力に応じて、機体自体の大きさや形状を確定させていくのが常であり、それは設計段階の最も初歩的な工程であるため、GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機も、いよいよ本格的な開発に踏み出したとも言えそうだ。今回のファンボロー国際航空ショーでは、BAE システムズ社によって GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機の実寸大のモックアップ模型や新たなイメージ図が示されると同時に、開発側の記者会見も行われた。その席には、各国で開発を主管するイギリスからはもちろん BAE システムズ社、日本からは三菱重工業社、イタリアからはレオナルド社の担当者が顔を揃え、現時点での GCAP グローバル戦闘航空プログラムについてのコメントが発せれた。そこには、具体的には、イギリスの BAE システムズ社からハーマン・クレンセン氏、イタリアのレオナルド社からグリエルモ・マビリア氏、日本の三菱重工社からは白石仁氏が出席し、共同での会見に臨んだ形である。ここで、イギリスの BAE システムズ社のハーマン・クレンセン氏は、共同開発国である日本やイタリアとの関係について、GCAP、グローバル戦闘航空プログラムに対し非常に補完的で、各国が持てる技術を出し合い、長期的な投資を行っており、そこで解決策を構築しつつ、形にしたいと述べている。GCAP グローバル戦闘航空プログラムは、大まかには、2021年から来年2025年までにかけて、仕様の詳細を決めて評価を行い、2025年から2035年に、実際の設計と開発を進め、2035年から実戦配備を開始し、その後も継続的なアップデート開発を行うものとされている。BAE システムズ社のハーマン・クレンセン氏は、
今回の記者会見において、こうしたスケジュール感を鑑みつつ、来年の2025年が GCAP グローバル戦闘航空プログラムを推進する上で節目となると強調、実質的に同プロジェクトの設計が本格的に開始される年になると述べた。日本では現行で対艦攻撃を主任務とする航空自衛隊の F2 戦闘機が2035年からの退役が決まっているため、その代替を担う GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機、次期戦闘機と総称されている、この機体の同年からの実戦配備がマストになっている。一方のイギリスとイタリアも、現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体として、GCAP グローバル戦闘航空プログラムで開発予定の有人戦闘機を予定しており、日本と同様に2035年には実戦配備を行いたい構えである。日本においては、今回のファンボロー国際航空ショーが開催される直前の7月10日、次期戦闘機開発を主管する三菱重工業社と一般社団法人日本航空宇宙工業会が、日本航空機産業振興を共同出資にて創設し、同期のサプライチェーンの構築を進める動きを加速させている。ただし、イギリスでは、7月4日に実施された総選挙によって、現在の保守党のスクナ政権が大敗を喫し、代わって最大野党であった労働党が単独で過半数を得る勝利を収めたため、スマーター新政権が実に14年ぶりの政権交代で誕生する運びとなった。ここから労働党のスマーター新政権は、これまでの保守党が推進してきた安全保障関連の取り組みを見直す意向を示しており、GCAP グローバル戦闘航空プログラムについてもその対象であるとマスメディアでは報じられている。これまでの保守党がロシア・ウクライナ戦争の影響で軍事費の予算拡張路線に踏み出したことは認めつつも、労働党のスマーター新政権はその使途について来年2025年前半を目途に再考を行った上で方針を打ち出すとされている。一部のイギリスの軍事専門家や指揮者の間からも、現時点から10年以上先の2035年実戦配備予定の GCAP グローバル戦闘航空プログラムに注力するよりも、ロシアとの対峙を考慮した場合、既存の戦力の増強に努めることが先決との見方も出てきている。こうしたイギリス内での意見の勃興を受けて、一部では GCAP グローバル戦闘航空プログラムからイギリスが離脱する可能性を説く声も聞こえているが、個人的にはいくら何でも、そこまで、急激に方針を変えることはないのではないかと感じている。